皆さんこんにちは、モジャリオンです。お久しぶりでございます。私ちょっとごめんなさい、旅行に行っててちょっと7日間1週間ぐらいちょっと空けておりました。今日はね、旅行先で買った、お土産を紹介しようと思います。キットカットってみんな好きですか？僕はめちゃ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 好きです。けどこういうのって見たことないんじゃないですかね。じゃ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 ん、キットカットほうじ茶味。早速開けていきましょう。ほら、綺麗にパッケージされてます。全部で、1,2,3,18 個入りですね。全部で18個入り、お土産にぴったりって感じ。じゃあ早速一つ食べてみましょうか。お、見た目はこんな感じ。なんかね、香りはすごいいい香り。ほうじ茶ってどんな香りだよね。なんか甘いお茶っぽい香りはしますね。ほうじ茶の香りかな。ふわーって、ほうじ茶っぽい甘いほうじ茶の香りがふわーって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 ふわ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 って口の中に広がって、噛んでいくとチョコレートって感じですね。これはうまい。スイスイいけちゃいますね。めっちゃうまいわ。裏のパッケージこんな感じになってます。知りたい、聞きたい。お菓子って一日どれくらいまでがいいの？お答えします。お菓子を飲むコーヒーは1日200カロリーまでが目安とされております。キットカット伊藤クレモンほうじ茶は1枚68カロリー、バランスの良い生活の中で1日2枚程度がおすすめです。3枚食べちゃった。まあいいや、美味しいからね。全然全然。はい、ということで結構今日は真面目なレビューになっちゃいましたが、これぐらいにしておきたいと思います。今回は京都にある伊藤クエモン、クエモンかな、ちょっと読み方わからないんですけど、そこで、購入しましたキットカットほうじ茶味のレビューでございました。もし気になる方いたら下に、ホームページの URL を、書いておきますので、よかったら見てみてください。はい、ではさよなら、バイバーイ。